なんだっけ、今作のゾンビモード、あれじゃん。うん、BO の作ったとこ、トレイヤークえが作るか、ゾンビモードなんて毎回トレイヤークが作ってんじゃないの？あれ、そうだった？え、違ったっけ？知らない。知らない。だ同じね、ゾンビモードばっか作ってると、どん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 装飾したくなっちゃうんで。まあ、同じの出すのもあれだし。EO3 ぐらいが限度だったと思うな。やべ。なんでここからリスポンしてる。ああ、まだいんのか。誰か。俺がエリアに行く前に死ぬんだろ。やっべ。どうしてもフィールドアップグレードじゃなくて、ファストハンドが出る前にリボルバーに持ち替えようとしちゃうから、バリ遅いんだよな。あ。やっべ。ああ。次行こう。うん、次行ってる。ああ、おい。裏？違う、取られてる。取り返す。あ、爆発。やべ。もう裏裏裏。いや、もう触ってよ。いやー、やっぱオレブイレーザーでも出た。あ、しょ、俺はあくまで M13B を使う。 B B じゃない、 C B 時にはリボルバー動き。だってそれじゃもう本当にちょっと弾切れ早いんだよな。あー、まあそれはレート早い武器だ。拾った武器の方が強い説はある。拾った武器の方が強い説はある。なんか今パワープレイでカバーしてる感がある。あ、なんだ、やべえ、クソイム。絶対カスタムで撃った方が早く死ぬんだよ。でも分かりきってること言わんていい。明らかに敵が勝ってんもん。こっち勝ちやぞ。例えば次フィールドアップグレードで、はい、あの本体がエリアに入ってなくても勝手に取ってくれる設置物を送るらしい。あれ、なんかバロラントで似たようなの見た。バロラントいなかったっけ。いたっけ、そんなの。なんかそんなの食ったような気がする。比較的新しいエージェントだったと思う。そう、新しいエージェントわかんねえや。俺もバロラントはちょっとプロしかできないゲームだから分かんない。プロしかできないゲーム。あー、消えた。やべ、破壊砲1個くすった。めっちゃ回してるじゃん。なんか最近破壊砲使うタイミング失って1個腐らせがちなんだよ。だったらあれじゃない、エアストライクとかにすれば。やっと？エアストライク結構手軽に使える。
あと、割と部屋の中にもね、攻撃が通るからね。入り口とかに。うん。割と通らない？迫撃砲も。いや、迫撃じゃ通らない。エアストライクをドアに向かってやると、そのドアから弾が中に斜めに入っていくから結構当たる。いやいやいや、俺は迫撃砲がうまく斜めに入るところ見たことがある。まあ、迫撃砲ピンポイントで狙えんのかあんなランダムに教えて。狙えねえけど、俺はランダム性のストリークの方が好きなんだよ。何だそれ。なんか、ケアパケよくわかんないとこに置いてね。置いて、落ちたのか、あれ。エリア外にケアパケあるんだけど。そう。あ、やばいか、これ。もう、気持ち悪すぎる。あれ、ケアパケって言ったけど、ケアパケっぽい何かで。なんだっけ、忘れたわ。消滅させた。マガジンを交換する。やべ、また迫撃砲だ。上空からの偵察が必要。了解だ。ルビーが配置についた。やべ。味方の迫撃砲が来るぞ。終わった。味方の巡航ミサイルがターゲットに接近。今回めちゃくちゃ平均的に入ってんな。よくやった。エリアに。本当だ、ね。だ相変わらずのスコア。はい、M13 シス使ってる。これは使うよな、出来たてほやほや。新武器だもん。いや、つかまず、このマップ、浅すぎて、強歩がわかんない。うん、あと、こっち側スタート、なんか樽ずっと浮いてるんだよな、空中に。ほんとだ。知ってた？知らんかった。今言われて初めて気づいた。あれね、マジでずっと浮いてる。ちょっと俺グレポンで20キルしなきゃいけないからグレポンでまずイモリを。うわ、ちょっと無謀だった。はっ、あ、結構いいか。もうちょっとグレポンでキルしてんだ俺は。このマップマジで嫌いだもん。よっしゃ。だってグレポンジ、え、強い強い説あり。なんかフラジャケ貫通してんのかな、わかんないけど。それはもう旧モダンオフェアを彷彿と。うん、それそれそれ。みんなが気づいたらバランス崩壊するぞ、ゲームの。いや、ワンマーミーねえから大丈夫。クソエム、マジ危ねえ。デコイ紛らわしいからやめてくれ。死んだらまたグレポンでイモリ。ちょっとアンダーバレルドリルチャージ早く欲しいよ。あっちか。上にいるやつをリボルバーでスパンと。はい、あれ、ちょっとラグったんだが。え、ちょっとめっちゃラグい。あ、待て待て待て、俺300ピンになってるけど。俺こっちから見たら240ピンだわ。あ、ちょ、やばいって。おい、俺がついてるぞ。やばい、インジケーターのもう遅延が振り切れてる。あ、でも勝っちゃう。グレポン20キロ早く終わらせて。なんか今日マジでピン安定してないな。ね、ちょ、勝てんってこんな。撃ってから当たんのがバリ遅え。ワンテンポ置いてからリボルバーのキル判定入るけど。ちょ、無理だって。グレポいいな。あ、若干ピンが
あ、治ってきてるね、そっち。142は治ったと言えんのかな。さっきよりマシ。最悪が悪いんだったぐらいだよ。ああ、もう。うわ、当たってんだろうよ。当たってねえのかよ。どういうハンデだ。撃破中だ。あ？痛い痛い。ダメだ。またピン悪くなった。うわ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 。ヘリガンナー？ユーズヘリガンナーエグ。ヘリガンナーが出てんなら今俺ラグイマンだし、さっさと。あれ落ちた。うん、もう落ちた。エリア入っときたい。いや、ヘリガンナーすぐ落ちるよな。なんならハリアの方が働いてるまである。ヘリガンナーだったら多分あれだ、あのなんだっけ、オービタルじゃなくて監視ヘリ、あ、レーダー、レーダー、あの全方向方向が見えるやつ。何する？監視ヘリと V トールしか思い浮かばないけど。アドバンスで UAV。いや、あれだって要求クソデカじゃん。V トールとかと別に比べられない。今ヘリガンナーの話してるよ。あ、まあ、ヘリガンナーより高いか。ヘリガンナー、ヘリガンナー、うん、わからん。ちょ、マジで俺ピン189。うん？は？は？え？誰かいらっしゃる？いない。いや、なんか水面が一人でに踊ってたからこれドリブチャージよりグレポンの方が場合によっては強いな。V トールゲット強い強いってモダン2じゃねえか。今モダン2やってるわ。もうモダン2だけどモダン2だけどもモダン2だけどモダン2やってるわ。ワンマーメ欲しいわ。あれ待って、これ敵に出されたハリア、わかんない。いや、ちょっと懐かしいなこれ。そこに懐かしさはあるんか。俺もワンマンアーミーでグレポン一生打ってたからね。やばい、エイム助けて。ちょっとあのヘリア、はヘリじゃなくてハリア落としてくんない。ちょ、今無理かな。俺のハリア呼べない。落ちた。よし。おお、俺が落としたのになんて俺に降ってくるんだ。かわいそう。直撃。マジか。俺がラグさえ、ラグさえなければ。ラグさえなければ。え、また？これ落とすわ。さすがに落とす。見て。いや、リスポン悪い。いやいやいや。いやー。ヘリ。
リスポーンが悪いです。壊れた？わからん。あ、まだだ。あ、これで完全に壊れた。よし。あー、ハリアバイバイ。もうグレコンしか使わん。ああ、お前か。ここは任せろ。ちょっと迫撃出すの早かったかな。おい、ちょっと投げてる時に来やがって。俺ラグいんだから頑張って。おお、あ、やべ。あー、ジャポン聞こえる。誰か泳いでんな。本当だ。ウレポン楽しいな。さすがに旧作モダン2ほど派手に吹っ飛びはしねえのか。まあそこまでは。危ねえ。ハードポイントを確保しろ。いや、俺ピン改善しねえな。UAV は燃料切れだ。すぐに人友軍ケアパッケージが来るぞ。ゲット。うわ、俺弾ね。いただき。これドリルチャージよりグレコンの方が楽しいな。うわ、すごい武器使ってんな、敵。英国 M4。でもめっちゃ使いやすい。あ、マジ？まあ、俺今固定して撃ってたからかな。あ、固定して撃ったら強いわ。助かった。リロード中だ。よしよし、フルタイム勤務完了。これはもう勝てるだろう。迫撃読んだ。よーし。お、なんか今1グレで1000ポイントぐらい入ってきたんだけど。エリア入ってくれ。俺が今入ってやるよ。よろしく。味方が入ってくれたから俺はグレコン味噌しない。強いから、サブにしてはサブの火力じゃないから。いや、俺はリボルバーだな。それは最強。